みなさん、こんにちは、大川祐介です。僕は動画クリエイターとして活動しながら誰もが簡単に思い出を動画で残せるようなアプリを開発しております。じゃん今日はですね。 一風変わったドッキングステーション、ハイドック H1 とハイドック H1E についてご紹介したいと思います。これはですね、ただのドッキングステーションじゃないんですね。ここ1、2年で急成長した AI 機能が組み込まれたデスクアイテムになります。で、正直なところ、こういったタイプの新しい製品って期待させておいて、実際に使ったらですね、まあ残念だなっていうケースが多いんですね。特に AI プロダクト。 で、最初はね、まあ、驚きがあるんだけど、使い物にならない、えー、製品も少なくありません。なんですが、今日はですね、ハイドックさんから、まず実際に製品を先に送ってもらって、えー、僕が実際に試したところ、意外といけちゃったんですよね。なので、なぜ僕がそう思ったのかっていうのを、今日は率直にお伝えできたらと思っております。どんな時にですね、この製品が役立つかっていうと、例えば、まあ、ビジネスパーソンですね。 リモート会議中に録音から議事録作成までをワンタッチで行えるので会議後の作業っていうのが大幅に軽減されます。例えば学生、講義の、ね、内容を録音して自動でノートに変換するので勉強の効率が上がったり、まあ、コンテンツクリエイターっていうのは、まあ、インタビューとかアイデア出しの時にですね、録音からようやくまでを AI に任せることで企画作業がよりスムーズになったりとか。あとはですね、ちょうどこれ収録する本日の朝に、えー、アメリカのですね、 あの、まあ、Q のね、マーケティングを担当してくれる方とミーティングをしましたと。そういうね、日本語と英語、まあ、多言語でのミーティングにとってもですね、え、リアルタイムで文字起こししてくれたりとか、まあ、言語の壁を感じることが、えー、少なくね、コミュニケーションを取れたりするんですね。っていうのも含めて、僕は海外の方とのミーティングっていうのはよりやりやすくなった印象があります。で、そんなことができて、えー、こちらの H1E が39,880円、 h1 が49,800円となっております。これ、クラウドファンディングでもですね、資金を集めていて、かなり注目されている製品になります。まあ、正直ですね、こういった AI 機能っていうのは他のツールでもまあできちゃうんですよね。まあ、なんですけど、ほとんどのツールっていうのは、サブスクリプションで月額1000円から3000円ほど払わなきゃいけないですよね。 ただですよ、この H1 と H1E っていうのは、買い切りで、生涯無料の AI 機能がついてくるので、長期的に見るとかなりコスパがいいんですね。で、サブスク型の AI ツールと比較しても、ほぼ、まあ2年間ぐらいで元が取れるっていう計算になるので、まあドッキングステーションとしてのね、基本的な役割を備えながらも、AI をふんだんに活用している、この製品、価値はあるのか、日常的に使えちゃうのか、あとは5万円っていうね、 価格に見合っているのか今回はですね、これらの疑問に答えつつも、デザインや使い方を早速見ていきましょう。まず、デザインから見ていきましょう。ハイドック H1 と H1E は、まあ、どちらもですね、高級感のあるアルミニウム合金を採用していて、スレートグレーとブラックという落ち着いたカラーリングが印象的ですね。 ま、デスク上でね、存在感は結構あるんですけれども、えー、基本的にはシンプル寄りなプロダクトなのかなと思っています。で、ドッキングステーションにで,ですね、デザイン性を求める人っていうのは少ないかもしれないんですけど、まあ、この外観はですね、デスク周りの雰囲気っていうのを、まあ、大きくね、本当に超洗練されてるってわけじゃないけど、大きく損なうわけではないかなと思っています。まあ、これはちょっとね、デスクのこだわりによるので、一概には言えないんですけど、 同梱物に関しては、まあ、本体、え、u s b c to c え、A、to c 電源アダプターとか、オープンイヤー型のイヤホン、クイックスタートガイドが入っております。重量がですね、520g となっております。サイズ感は、まあ、僕がこうやって手で持つ感じで大体わかると思うんですけど、持ち運ぼうと思えば、いけるサイズ感ですね。 まずですね、これ今、あの、右側接続してるんですけれども、USB-C ケーブルを使用して、ハイドックを PC にまず接続してます。で、PC のね、オーディオ設定で、えー、H1 とか H1E っていう音声入力、および出力としてのね、選択をして、で、あとはですね、まあ、僕今日ミーティングしたのは、あの、Google の Meet なんですけど、本当に様々なアプリケーションと連携しているので、ビデオ会議ソフトのね、オーディオ設定で、えー、こちらの製品を選択すると、接続が完了です。で、スマホへの接続も実は、 できちゃうんですね。はい。これはですね、Bluetooth を搭載しています。なので、この左側のですね、Bluetooth ペアリングボタンを3秒押し続けると通知音が鳴って、ペアリングモードを開始します。 聞こえたらですね、Bluetooth 設定に移動して、H1、えー、H1E を選択することができます。で、初期設定の方法ですね。ハイノー t のウェブサイトにアクセスしてアカウントを作成。えー、そしてですね、PC の Chrome でアプリとしてインストールしたりとか、スマホのブラウザでホーム画面を追加して、ネイティブアプリのように使うこともできちゃいます。はい、操作方法ですね。い、え、た、ー、って簡単です。両モデルとも4つのボタンが基本的にあって、 あとは、ホイールだったり、スライダーがついております。はい。上部の LED インジケーターで接続状況をですね、一目で確認できるのと。まあ、これによってですね、まあ、初心者でも気軽に使い始められます。で、側面にある電源ボタンでデバイスをオン・オフできます。 でですね、こちらにハイドックキーがあるんですね。これ長押しすることで録音が開始されて、同時に AI が文字起こしを開始するってことですね。会議中でもですね、議事録作成が始まって、重要なポイントが出た時に、ボイスマーカー機能とか、ワンタッチでマークすることもできちゃいます。で、こちらもですね、何かっていうとですね、オープンイヤー型のイヤホンになるんですね。これをすることで、あの、まあ、スピーカーでね、 ここでかなり壮大な音が聞こえるんだけど、あの、まあ、その音が出せないよっていう時には、この耳をつけてですね、ミーティングすることもできます。これのね、接続が思ってる以上にかなりシームレスで、あの、まあ、例えばね、スピーカーで基本的に流してるけど、例えばパートナーがミーティング開始したってなったらそこで切り替えることもできるし、例えばちょっとトイレ行きていなっていう時にこれつけるとか、かなりね、シームレスに切り替えることができるので、この辺やっぱプロダクトとしてね、ちゃんと完成されてるなっていう印象を受けました。 ま、これ単体で最大8時間の通話ができます。で、これ上部にですね、ファンクションボタンがあるので、2秒中押しすると録音が開始されたりとか、えー、録音中にですね、短く押すとマークを追加できたり、ちゃんとこれ単体にも機能が搭載されてるんですね。素晴らしい。で、これはですね、あの、ホイール、つまみを時計回りにして、えー、音量を上げたり、下げたり、スマートフォンも同じくですね。で、押すことによって、音楽再生を一時停止。 音楽を再開することができます。で、こちらの赤いスライダーが何かっていうとですね、ノイズレベルのコントロールを調整する機能になるんですね。自分の声、相手の声っていうもののノイズ低減っていうのを調整してくれるんですね。ここに関してのね、マイクテストをしっかりすべきだなと思っているので、ぜひ聞いてください。どうぞ。はい。今、MacBook Pro の内蔵マイクのテストをしております。僕の声の聞こえはいかがでしょうか はい。今、ハイドックのマイクテストをしております。僕の声の聞こえはいかがでしょうか今、ノイズ低減は一番低くなっていまして、今から徐々に上げていきたいと思います。はい。今、MAX になりました。僕の声の声はいかがでしょうかで、このままですね、あの、オープンイヤー型のイヤホンを、到着します。はい。えー、今、マイクテストをしております。僕の声の聞こえはいかがでしょうか 先ほどテストしてみた感じ、このオープンイヤー型のマイクをつけた方が、僕の声は鮮明に聞こえる印象を受けました。これ今、ノイズ低減をマックスにしてます。はい、これ今、下げてみました。僕の声の聞こえはいかがでしょうかこういう変化になりました。はい。で、これを戻したら、はい、すぐに切り替わります。ノイズ低減は今、マックスにしております。はい、いかがでしょうか。次に、騒音環境時、テストしてみたいと思います。 今、騒音環境の MacBook Pro のマイクテストをしております。声の聞こえはいかがでしょうかはい。今は結構強めな騒音をかけております。はい。4つくらいには m a です。これ今オフにします。はい。今オフにしました。結構聞こえてるんじゃないですか今マックスにしました。ここからじゃあ、えー、オープンエアーのイヤホンを進めます。僕の声の聞こえはいかがでしょうか ノイズ低減のアクスです。はい。これ今ノイズ低減を一番低くしました。これね、これはいかがでしょうかはい。それではスペック見ていきましょう。こちらの H1E っていうのは8 in 1. こちらの H1 は11 in 1と。横に SD、マイクロ SD のですね、この挿入口があるんですね。動画クリエイター的にもちゃんとドッキングステーションとしての機能をなしていると。 転送速度も 10GBps 対応してます。で、PC への充電も 100W、スマートフォンの接続も 18W と、本当にオールインワンです。で、H1 ってのは11 i ン1の多機能なドッキングステーションになっているんですけど、2台の 4K ディスプレイに同時接続が可能になっておりますえ。ポートはですね、この背面に集中しているので、ケーブルの整理もしやすい設計になっているかなと思います。 H1E はですね、シングルディスプレイ対応の 8-in-1 構成、SD はないですよといった感じです。まあ AI のね、会議ツールとしても使えるんだけど、ちゃんとドッキングステーションとしての、えー、業務効率をね、大幅に上げるような要素ってのは多く備えていますよという感じです。 で、実際の使い方っていうのもものすごくシンプルです。えー、僕はですね、もう一回接続させてしまっているので、もう本当に急なミーティングで別に準備していなくても大丈夫です。本当にすぐ、えー、ミーティングが開始したら録音をしてくれて、このハイノートっていうもうサイトですね、ここで基本的に管理することができます。で、僕のスタンスって、あの、Q。 の、まあ、マーケティングとか、ブランディングとか、まあ、そういった事業を見ている側面と、まあ、クライアントさんとのお仕事、ミーティングするときがあって、えー、全部がね、全部ではないんですけど、やっぱりこの、言った言ってないっていう、このファクト情報がしっかりまとまってるっていうことは、ものすごくまず大事なんですね。ミーティング終わったら、ちゃんと情報を整理して送るってことが大事だったりするんですよ。で、それを、じゃあ、ミーティング中に、 準備しますかってなると一人じゃできないので、えー、基本的にはやっぱ議事録担当とかアシスタントの方が参加するケースが多かったです。えー、これは Q の授業もそうだし、クライアントワークもそうです。ただですね、この製品を使えば、基本的に僕が使う思考っていうのは、相手との会話のみです。えー、何を言ったか言ってないかっていうのを適切にまとめるっていうことはもう全部言っちゃえばこのハイドックにお任せ、AI にお任せしてるっていう。 なので、僕として、なんで今回これご紹介しようと思ったかっていうと、あの、自分自身がミーティングに対する向き合う、この姿勢、準備みたいなものが大幅に変わったっていうのが結構大きいです。まあ、そのぐらいね、あの、直感的に簡単に使えますよっていうこと。で、このハイノーツはですね、チャット GPT と連携しているので、ちゃんとそちらの恩恵を受けながら予約してくれるっていうことですね。で、会話していた時の精度ですね。 ま、やっぱりね、この、まあ、英語の会話とか、話してるその相手によって、専門用語って変わってくるので、えー、確かにたまにね、このキーワードとかを読み取ってくれない時もあるんですけど、まあ、そこら辺でもし間違ったとしても、え、サイト上で議事録の調整ができたりとか、で、もしね、専門用語があったとしても、このハイノーツの設定からオリジナルの辞書っていうのを設定できるので、まあ、業界用語とか、 固有名詞とかをあらかじめ設定しておくともっと精度が上がりますと。ここら辺もしっかりなんかこの AI の良さっていうものをちゃんとこのハードウェア、ソフトウェアでも補ってきてるっていうのも素晴らしい要素ですね。はい。で、録音された内容っていうのはね、GPT-4O が AI でね、 え、自動で予約してくれるんですけど、21種類のテンプレートから最適な形式を選ぶこともできるんですね。確かにまとめ方とかって、なんか情報しっかりすべてまとめたいのか、えー、まあざっくりアウトラインでいいよっていう、まあ場面によって変わってくると思うので、そこら辺のテンプレートがまとまってるっていうのも使いやすさの一つとして僕は感じました。で、正直ですね、この要約とか文字起こしをやるだけだと、この製品としての価値ってかなり薄くて、これミーティングしたものをどうするかっていうと、基本 基本的には Notion と連携をして、まあ旧のミーティングだったらその議事録にぶち込むし、えー、クライアントワーク、えー、僕の広告とかの仕事の場合はそっちにぶち込む必要があると。ってなった時にも Google のドキュメントとか Notion とか、えー、その他のねサービスとも連携しているので直接アップロードすることができちゃうんですよね。これはすごい。で、まあ正直セキュリティ面に関してはもうそもそも AI のセキュリティってどこまで なんか信じていいのかって、正直わかんなくて、あのー、そもそもその領域気にされている方っていうのは使わない方がいいのかなと思ってます。はい。まあ別にそんな気にしてないよっていう方は、えー、まあ問題ないと。ただね、高度なセキュニティってのもあって、ユーザーデータの暗号化を徹底してますよっていう情報は聞いてます。 はい。ちょっとね、盛り楽さんだったんですが、まあ、実際に僕ね、使ってみて、まあ、今回レビューしたわけなんですけれども、まあ、結論ね、実際どうだったのかっていう、まあ、ポジティブな側面とネガティブな側面をいつも通りお伝えしたいなと思っております。えー、まずですね、ハイドックのこの H1 価格約5万円でですね、生涯無料の AI 機能、多言語対応、ノイズキャンセリングとか、もろもろ考慮するとですね、まあ、長期的には十分コストパフォーマンスの高い製品なんじゃないかなと思ってます。 サブスクリプション不要っていうのは実は財布に優しいんですよね。で、この製品のですね、割合としてもスピーカーのこのマイクの部分が大きくてですね、デスクにこれ置いてるから思ってる以上に迫力のある音流れるんですよね。なんか低音がもうなんかテーブル振動するレベルであって、まあ、これはちょっと驚きましたね。あの普通にまあ音楽を聴くとか、PC で YouTube を見るとか、えー、まあもしかしたら映画を見ちゃうみたいなね。まあそういったね、使い方でも え、機能するっていうのは、まあ、素晴らしい。AI の要約だけじゃなくて、総合的にドッキングステーションとして5万円でまとまってるっていうのは、かなりお買い得の製品なんじゃないかなと思ってます。ただですよ、デメリットをお伝えしておきます。まあ、正直この、まあ、AI の機能とか要約とか、必要としてない、興味ないよっていうユーザーまずそもそもいらないなと思ってます。で、初期設定にもですね、使い方にちょっとだけ慣れる必要があるので、まあ、それ慣れちゃえば、え、確実に自分の業務、 生産性が上がりますよってことはお伝えしておきます。まあ、あと細かなところだと、使うにはこの電源と t y p e C をですね、両方優先で接続しなければいけないという、ちょっとね、高度が増えてしまうっていうこと。やっぱりね、本当に、まあ、小さなデスク、ミニマルなデスクだった場合には、結構存在感あります。なので、これが、好みか好みじゃないかっていうのは、人それぞれ好みが分かれるのかなと思っております。 で、動画クリエイターとしても活動しつつ、まあ、Q っていうね、新しいカメラとか事業を運営している中で、やっぱりこの製品が与えてくれた一番の価値っていうのは、ミーティング時に、え、情報を確実に整理しなければいけないっていうことに対する思考が、 まあ一切なくなるってことですね。え、アシスタントとかを入れていた方ってのは、ここにね、人材を派遣する必要がなくなったし、僕はより、今話しているこの相手に対して、一番いい回答をするってことにフォーカスすることができるので、まあその辺ね、僕のミーティングの質ってのが確実に上がったので、今日はこれはお伝えすべきだなと思ったので、動画を撮らせていただきました。 はい。で、これ、クラウドファンディングでですね、かなり前に製品出ていたんですけれども、まあ、今回ね、日本公式サイトの販売開始を記念してですね、一応2000円のクーポンがあるらしいので、もしよければ概要欄を覗いていただけたらと思っております。はい。そんな感じで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。バイチャン。